願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあそれではですね、カビドラショーを始めていきますけども、もう一度言いますけどもね、期待はしないでください。お願いします。で、またスマートフォン等で撮影するかもしれませんが、バッテリーがもったいないなと感じたらやめてください。お願いしますね。はい、そのあたりお客さんの、ね、気分次第でお願いします。じゃあね、そらちゃんね、いいかな、大丈夫だね、やってね、リンゴあげるで絶対やってよ。それ食べたらやるだろうね、鼻水垂れてるよ、頑張ってよ、いいかな、首振ったね今、頑張ってよ、いいね。じゃあね、お客さんね、今日もね、午前中もたくさん来てくれたけどね、午後もね、たくさん来てくれたから、まずね、そらちゃん、お客さんにね、挨拶してきてください、いいですか、いい、大丈夫だね、いいね、行くよ。はい、じゃあね、そらちゃんね、こんな感じにさ、お客さんの前でね、こうやってご飯あげるもんでさ、ご飯食べながらでいいもんで、お客さんの顔ちゃんと見てきてください、いいですかね。はい、じゃあそれではね、近くまでぐるっとね、回っていきますので、近くまで行きましたら、よかったら写真ですね、たくさん撮ってあげてください。はい、じゃあそれではカピバラさんですね、どういったものを食べるかっていうと、この子たち草食動物になりますので、肉とか魚は食べません。基本的に野菜がメインになってきます。水族館では何あげてるかっていうと、リンゴとかカボチャとかですね、リンゴとかカボチャとか人参とかね、そういったものをあげてます。で、今そらちゃんがですね